はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきます。本日ね、アップデート終わりました。で、あの時空のタワーがなんかね、追加要素があるということなんで、見ていきましょうかね。時空タワーで、僕は今10の100まで全部クリアしてたんですけど、なんかね、ボーナスがこれですね、新しくなったということで、もうちょっとね、受け取っちゃったんですけど、この右上に出ている全ボーナス、これを一括でさっきね、もらいました。まあ結構いいですね。このルーンが5000とかはやっぱね、使い道あるので、うん、まあまあいいですね。で、さらにまた新しいとこまで行けばあれですよね、どんどんボーナスももらえるっていうことなんで、11からですね。だから11のこっからか、こっからですね、11の1からまたスタートということなんで、まあ、これからまたルーンのこのね、ルーン秘石がもらえるということなんで、結構いいですねこれ。で、これと別になんか時空の狭間っていうね、新しい要素コンテンツが入ってるんですけど、これね、真ん中のとこ押したらいけるんですけど、これ最初気づかずに時空の狭間ってどこやねんと思ってあの10分ぐらい探してたんですけど、そしたらど真ん中にね、あったっていう、全然気づかなかったですねこれ。で、これがね、ボーナスがね、めちゃくちゃいいんですよね。まあ、あの時空の塔のまた別のなんかバージョンみたいなやつなんですけど、まあ、内容は多分一緒やと思うんですけど、ここの累計の登っていた時にもらえるボーナスっていうのがね、まあ、かなりいいなと思ってまして、まあ、5回ごとに最初は極限音技石がもらえて、で20回からはこの熱出技術黄色の部品に変わりますね。で、さらに50回まで行くと、赤ルーンになりますよね。まあ、ランダムなんですけども、ランダムですけど赤ルーンの、宝箱がもらえます。で、さらに上まで行くと、80回からはこの赤チップになりますね。これめちゃめちゃいいですね。まあ、これもランダムなんですけども、まあ、赤チップって今イベントで来てる通り4000ダイヤぐらいの価値があるので、まあ、ここでランダムのこの箱を取れるっていうのはすごいね、ありがたいですよね。で、最終的にこれも100回まで登れるっていうことですね。で、これと別にこの登っていった時にこのアイテムのドロップがあるんですけど、ここのドロップのとこがなんかこういろいろ選べまして、まあ、どれにするかっていうのを自分でこの4種類から選べるんですけど、で、この選んだ種類によってもらえるものが違ってくるんですよね。まあ、極限奥義石か、黄色の技術、熱出技術の部品ですねか、ルーンですね、赤ルーンか、赤チップが最大で一番いいアイテム引けばもらえるっていうことなんですけど、このレアドロップの宝箱自体は 15% って書いてましたね、ドロップ率で。その中からさらにこの、確率低いですけど赤とかも入ってるっていうことなんで、まあ、僕はやっぱあれかな、熱出ちゃうわ、チップにしようかな、遺伝子チップの箱がいいかなと思ってるんで、これを選択してます。15% やったらね、割となんか取れそうな気もするけどね。内容一緒っすよね、これ。まだやってないんですけども、時空タワーと内容一緒やと思うので、今回これをね、やっていこうと思ってます。で、今、自動編成でメンバーバッと出てきたんですけど、これはどうしようかな。そうか、ストライカーに回ってるキャラもいるから、ストライカーにするのはちょっともったいないね。だからエリザベートとかこうやってちょっと前にしとこう。で、編成ちょっとしますね。どういう感じでしたらいいんかな。ミズチか。そうやね、まあ、こんなんでいいかな、まあ、適当でいいっすよね最初は。多分上に行っていったら、上に上がればどんどん敵も強くなってくると思うんですけど、まあ、最初は多分弱いと思うので、まあ、スキップで安定して勝てるんじゃないかな。うん、スキップしました。で、ここもスキップすると 15% 引きたいですね。ここでもらえるんかな。あ、これか。あ、 15% 引いてないってこと、これは。そっか。まあ、こんな感じでやっていきましょうかね、挑戦。あれ、これ一回一回選択せなあかん感じ、めんどくさえ、めんどくさまあ、とりあえずこれやっていこうかな。で、これは1日5回じゃなくて1日3回しか登れないってことかな。なんか3回しますかみたいな表示で出たんでね、多分3回やと思います。さあ来い。あー、 15% 引かれへんな。ほんまに 15% あるんかな。まあ、それもね、やってみないとわからないんで、これ毎回ほんで選ぶん結構めんどくさいですね。まあいいか、まあ、こんな感じでね。またでもこれダイヤで追加できるんかな。あの普通の時空タワーやったら追加が100ダイヤやった気するんですけど、こっちの時空の狭間の方は何ダイヤかかるんかな。うわー、 15% 引けんかったな。
3回やったけど1回も出てこなかったですね。でこれを、4回目行こうとしたら何ダイヤかかるのかっていうとこですね。あ、50ダイヤね。50ダイヤか。1回だけ行こうか。じゃあ動画せっかく撮ってるんで、50ダイヤやったらでも2回ぐらいは1日やってもね良さそうな気もしてきたな。次が50ダイヤかどうかわからないんですけども、次ももし、あ、報酬ごめんなさい、報酬ちょっと飛ばしてもうたな今。多分でも取れてない気もするけどで次も50ダイヤやったらもう一回行こうかな。あ、60ダイヤ、何これ地味に上げてきやがったな何なんその10ダイヤの上乗せみたいな。まあ追加しました今、合計で110ダイヤ。いや、何これ、フリーズした。あ、この辺からあれちょっとラグってきたんで、ちょっとやまなってきた感じ、もしかして。今なんかめっちゃラグってましたよね。そろそろ敵が強くなって、ほらほらめっちゃ遅いこれありますよね。最大でなんか10秒ぐらい待たされますもんね。でこれはあなかったな、結局ドロップしなかったんかな。これでもポンポンやってしまいそうやな。もうでもやめとこうか。まあ一応とりあえず110ダイヤ使って2回だけ追加したんですけども、まあこんな感じで日々登っていけばここのボーナスがどんどんもらえるっていうことなんで、まあこの極限隕石すごいありがたいな。うん、15回までやったらね1週間もかからんすよね。1週間かからんぐらいで多分ここまで取れるので結構ありがたいね。まあ最終的にでも多分敵がものすごい強くなってくると思うんで、100回までクリアできるかはわからないんですけども、まあ結構いいコンテンツかなと思ってます。ではね、またアリーナ行って締めようかなと思ってます。昨日ね動画出したんですけども、あのゲーニッツの指紋をね開けるっていう動画だったんですけど、でその後アリーナ行ったらあのゲーニッツがね一切出てこなくてあのゲーニッツの動画やったんですけどね、そのゲーニッツがアリーナで見れないっていうねことが起こってしまったんで、今回こそねゲーニッツの指紋を見るために、アリーナ一発行きましょうかね。で今回ね南大さんに行こうかな。最近ね南大さんねめちゃくちゃ強くなってきてるんですよね。やっぱ後半入れてからかなり安定したみたいで、アリーナもねすごい上位にこう上がってきてるので、ちょっとこの辺りでね、締め上げときましょうかねじゃあ南大さんね一発勝負でいきます。今アリーナ、南大さん6位にいたんでね挑戦させていただきました。さあ先生ね僕取ってますよ。まあゲーニッツが出てくるのかちょっとわからないですけどね、もう本番一発しかいかないんでどうなるか見ていきましょうか。さあハクラメッセ防御下げる。まあデュオロンもねめちゃくちゃ強いんでね今、ただ南大さんのデュオロンはあの SMAX にしてないので、桂馬開けてないので、あのゲーム案件の方ですね。さあ昇乱客打って、まあ、後半のやっぱね攻守交代がどこで入るかによってすごい変わってくるんで、お早速バイスは倒してます。さあ南大さんもゲーニッツ使っている。さあここは南大さんの反撃、鉄球大暴走は武器が覚醒してますね。さあ武器狩りの鉄球大暴走からのザキヤマ来た、かっこいいね。このストライカー三役がねすごいボスキャラっていうね。ザキヤマもそろそろ LR 出てもいいんじゃないかな。もうほんとその LR の核も十分あるしね。うん、まあ本当に今年中に出るかもしれないですよね。さあバイスが飛んできて踏ん張り引っかり入ってます。マロカレから来た、弱いキングブラッドビタンダー、2回目の踏ん張り入ったな、やばいなこれ。空手が早速もうこれ3回目や踏ん張り、いやーこれやばい。あー雨の後半ちょ待て待て、空手を殴るのやめてくれ。あーやばいやばいやばい、うわー、まさか1ターンで空手が落ちた、これやばいな、これマジやばいな、これはちょっと予想外の展開にかなり不利かもしれん。さあ鉄球大暴走いくが、一発目で攻守交代、あれ攻守交代入らない、え後半倒してないの今、あ今ここで倒したわ、ラルフの必殺で倒しました。いやーここで攻守交代入ったね、やばいねこれ、さらに反撃されるぞ。さあ鉄球大暴走来た、ラルフはなんとか硬いがザキヤマ出てくる、いやーこれやばいな、空手があんなに集中されるとねちょっとかなり展開厳しいかと。バイスオーバーキルしていく、やばいよバイスもね、ヤバいキングブラッドあるからね。うおー全体化結構強いね。さあビターン来た姉さん、うおーちょっとやばいって、ゲーム案件これ後半やね、後半よし後半、これは攻守交代入りますよ。ていうかラルフやられてしまったな、でもラルフがやられたのはちょっとやばいか。さあお互いに攻守交代使って鉄球大暴走、ギースにいかんでいいのにギースなんかマチュアで倒せるから置いとけよさあここはエテワルフィラントはマチュアに行きましたね。さあこのエリザベートね参戦してからもこうやって打つので、これがほんまにね僕は強みかなと思ってます。あのストライカーとして役に立ってるし、参戦してからも、役に立つっていうね二段構えになってますね。さあマロカレ打って、ここはメドレーは、デュオロンに行きます。
さあディオロンは踏ん張り入りましたね。さあ鉄球で殴りまくっていく。さあミストラル出ているスキルが全体出てますね。全員スキル、おお、これ全キャラ復活したよゾンビパどん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 復活していく。さあザキヤマ参戦からのギースストライカー、でかくなったのはバイス、もうまさに和田アキ子ですね。このデカさは和田アキ子を超えているか。さあ鉄球大暴走、エリザベートやられた。アウェイキングブラッド、オーバーキル、うわー強い、バイス強えよ、マジか。和田アキ子めっちゃ強い。いやー攻撃力半端ないね今のは。さあマロカレ打って、やばいなこれ、ちょっと負けるんじゃないこれうわー、何代さん強い。ゲームワンケ来た、ゲームワンケマチュアに来た。うおー、ちょっとクリティカル出て めちゃくちゃ減ってたし、いやーやばいってやばいって、ま、やめてやめて。マッチは復活したよね、こっち復活、あ復活初めてやな。わあ、アテナやられてしまった。これはどうなるかわからない。てかここでゲーニッツ出てくるね、やっとやっとストライカー出てきます。ゲーニッツ、あまだか、そっか3体以下じゃないと出てこんへん。さあ後半は2回目の復活入ってますね。さあビターンしていく、ザキヤマ蹴散らして、 S マックスマロカレは、うおークリティカル出まくってる。さあ封じ向き、いいね、クリティカル出ているよ、いいね。この相手、後半相手に50万のダメージは結構いいんじゃないかな。さあスキルが出ている、ワンヒョウ出ている、クリティカル率高いね。ゲーニッツ相手防御型なんですけど、クリティカル出てるのは結構いい傾向やな。さあマックス鉄球大暴走、ここでこっちの後半がやられたらやばいな。これは3回目の復活を願うしかない。さあ S マックス、アイキングブラッド、いやーやめろ、ゲーム 1K3 回目の復活してくれ、やめろ復活しろ、3回目ない、うわちょっと待て待て待て、これマッチは復活してるよね。うお、生きた、ここ初めてゲーニッツストライカー出ますよ。最後に来た、うおー300万取った、なかなかのダメージやね。300万は強いよね、ストライカーで。さあここマッチはでも3000万取っていったけど、今ゲーニッツ喜んでる場合じゃなかったな。うわ後半倒したよ、おかなりこれは展開的にはもう結構最後の方までもつれ込んでるが、ただこっちのマッチはもう復活できないよね。復活してるから封じも来た、いやーやめてくれ、マチュア姉さん来るよね。てかその次もうデュオロンが打ってくるでしょ。これはスマックスビターン強えわ南大さん、マジで。いやーチャン後半がドハマりしてるな、攻守交代が刺さってたね。やっぱりあとは初ターンにね、やっぱ空手あって集中されるとね、かなり厳しい感じもしましたね。やられました、参りました。はい、では今回はこんな感じで終わりましょうかね。で最後に時空タワーで撮ったこの極限奥義石、1個だけねあるんで、これ開封して終わろうかなと思ってます。これねボタンがね全然持ってなくて、多分ねもう今15個か20個ぐらい連続でねボタンスルーしてるんですよね。だからマジでこれこの辺りでね、せっかく動画撮ってるんで、神引きして終わろうと思ってます。じゃあ、20回ぶりぐらいのボタンね引きます、いきます。さあ出ろ、え、出ちゃった。